ロス長官は議会名誉勲章を持ってる。お前より上だぞ。もしこれに同意したら、政府が俺たちを犯罪者みたいに監視するわけか。117カ国が協定に賛成だ。117カ国だぞ。はいって言うしかないだろ。あんたはどっちの味方なんだよ。私が分析したところ、おう、何か答えが出るぞ。スターク氏が自分こそアイアンマンであると宣言してから8年、超人と言われる者の数は急激に増加しました。そしてその間に世界を滅ぼすほどの事件も同等の割合で増えています。我々のせいだと？因果関係はあると考えられます。我々の力が敵を呼び寄せる。敵が来れば争いが生じる。争えば悲劇が起きてしまう。結論として、国連の管理下に入ることも検討すべきです。ほら、トニー、どうしたの？あなたにしてはありえないくらい無口ね。もう決めてるからだろう。よくお分かりで。バーフを使ったせいで頭痛がしてたんだよ。黙ってたのはそのせいだよ、キャプテン。まったく、誰もコーヒーのカスを片付けない。ここはバイカー相手の宿じゃないぞ。ああ、この子はチャールズ・スペンサー。優秀だよ。コンピューターエンジニアリングの学位を取得。卒業後はインテルへの就職が決まってたそうだ。で、座りっぱなしの仕事に就く前に羽を伸ばし、世界を見て歩こうと思い立ったわけだが、チャールズが選んだのはベガスやフロリダじゃない。パリやアムステルダムでもない。僕と違ってね。彼は夏休みをボランティア活動に当てたんだ。ソコビアで。彼には夢があったろう。今となってはわからない。僕らがビルの下敷きにしてしまった。ここには意思決定の方法論がない。監査を受けるべきだ。僕は受け入れる覚悟はある。枠にはめられたくない。野放していたいって言うなら悪党と同じだ。自分のせいで誰かが死んだからっておじけづくな。おじけづいてない。自分の行動に責任を持たなくなるってことだろう。責任を転嫁するだけだ。悪いけどスティーブ、その物言いは傲慢すぎる。国連が監督するって言ってるんだ。世界安全保障委員会でもない。シールドでもヒドラでもない。ああ、だが組織なんてものは状況によって変化する。いいじゃないか。僕だって変わった。自分の作った武器が悪用されかねないと知って武器の製造から手を引いた。トニー、君は自分の意思で選んだが、我々には選ぶ権利すらなくなるんだぞ。行くべきでないとこに行けと命じられたら、逆に行くべきとこに行くのを禁じられたら、僕ら自身で判断した方がまだ安全だと思う。今サインに応じなければ後で強要される。結局はな、それよりマシだろ。私は罪に問われるの。我々が守る。トニーの言う通りかも。ハンドルを手放しさえしなければ運転していけるわ。だから政府に喧嘩を吹っかけた女の発言とはとても思えないね。私はただ情勢を読んでるの。私たちは公衆の面前でミスを犯したんだから、信頼を取り戻さないと。ちょっと待った、空耳か。僕に賛成するってこと？ああ、前言撤回。ダメダメ、もう遅い。ありがとう、初めてだな。以上、討議は終了。僕の勝ち。行かないと。